はい、皆さんこんにちは、レイです。僕がですね、今長期レポートをしているこのヤマハの YZF-R6 なんですけども、まあ、カスタムをしていいという許可をもらいましたので、早速今日はですね、まあ、その一段、まあ、カスタムというところか、僕は結構バイクの必需品なんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、とあるパーツをですね、つけていただきました。僕が来ているのはですね、ここはヤマハの正規ディーラーの YSP 川崎中央さんというお店なんですけども、この店ね、すごいんですよ。ちょっとね、後ろの方に小さく映ってるんですけど、ヤマハワールドテクニシャングランピックスっていう大会があるんですね。まあ、世界中のヤマハの、メカニックたちが集まって、そこでその一番を競う、まあ、その作業のその、技術であったり、まあ、そういうところをね、戦うグランプリックスがあるわけなんですが、その2016年度のワールドチャンピオンの方がこのお店にいらっしゃるんですね。そういう恐ろしいお店なんですけども、さっきもですね、 R1 とか R6 がずらーって並んでて、きっと僕のレイブログ見ていただいている方の中でも R6、R1 の納車を待ってる方も大勢いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、 YSP ディーラーに来るとですね、そういうメカニックの方がいらっしゃるんですね。でそれではですね、僕がどんなものをつけていただいたのか、その作業風景をちょっと撮ってまいりましたので、ご覧ください。どうぞ。はい、というわけでご覧いただきました。バイクのですね、ETC をまずはつけていただいていたんですね。まだそんなになんか外装が変わるとか走り方が変わるような、そういう性能が変わるようなカスタムパーツではないんですけども、今僕高速に乗るたびにですね、もう週に何回首都高を乗ってるか分からないんですけど、その都度都度ジャケットのポケットから ETC カードを出して料金所のおじさんにこう手渡しをしてたんですけど、まあそれでもできないことはなくはないんですけど、ETC 割引が効かないんですよね、手渡しで払っちゃうと。っていうところでずっとね、その移動料金が割増になっちゃってたところがもったいなかったので、ようやく念願の ETC をつけてもらいました。でこれでですね、もっと単純に首都高でただ単に通勤とか細かい移動もしやすくなるし、長距離ツーリング行く距離が伸びれば伸びるほど、ここの割引の差っていうのが大きく出てくるの で、 ETC の代金、確かに安いものじゃないかもわからないけども、実際の高速料金が割安になっていくところを考えると、あっという間に ETC の本体代というのは取り返せるものだと思ってますので、僕はこれまで乗ってきたバイク全て ETC をつけております。でこれもですね、やっとつけてもらえたので、つける許可をいただけたので、これでいろんなところに走りに行きたいなと思います。でですね、最後にですね、一つお話があるんですけども、バイクをどういうお店で買って、どういうところで整備していくかっていうところは、いろんな選択肢があるんですけど、やっぱり正規ディーラーって特別な場所ですね。僕も今ですね、メカニックの中でいろんな話をしていて、いろんなことを教えてもらえて、例えば僕はモータージャーナリストで借りたバイクをインプレするサーキットでテストする、街でテストする、いろんなテストはしているんですけども、例えばこの R6 という特定の車種の、じゃあ2000何年型がこうでしたね、2000何年型こうでしたねっていう記録って、思い出にぼんやりとあって、もう日々日常的にこれを触ってるわけではないので、僕の記憶ってかなり曖昧だったところが多かったんですけど、メカニックさんは、ああ2000何年式はこういうシチュエーションで使うとこういうところがこうでしたねってさらっと教えてくれるんですよ。やっぱそういうデータを持っているところが、まず一つ正規ディーラーっていうのは本当に素晴らしい場所だなと思いました。話を聞くだけでも、もうなんかね、賢くなったような、いろんな僕が今まで気づけなかったこと、見過ごしてたこと、勘違いしてたことっていうのをたくさん教えてもらいました。そういう意味でですね、このバイクにも ETC を取り付けるときに、 ETC のそのものって汎用品なんですよね。この R6 専用品ってものではないんですよ。それをどこにどう配置すべきなのか、どこに配置した時にスムーズに動くのか、また配線の取り回しのコツがあったりとか、これはもうね、やっぱり専門店の方ならではのノウハウがもうギチギチに詰まった仕上がりの作品に仕上がったんじゃないかなと僕は思います。もう配線の取り回しがですね、本当にむちゃくちゃ美しいんですよ。もう新車のノーマルで ETC がついていた、もうファクトリーで工場側でつけてくれてたんじゃないかなって思うほど綺麗な仕上がりになっています。
だまあ餅は餅屋で、例えばレーサーを製作するならばレース屋さんとかレースに詳しいお店に頼むのはすごくいいことだと思うんですけども、町乗りで楽しみたいということであればやっぱり正規ディーラーさんのノウハウ、こういうところですごく響いてきますね。で今はもう EDC のカードも中に入れていても走れる状態になったので、これで早速走りに行きたいなと思います。こんな具合にですね、この YZF-R6 の、まあ、いろんなカスタム、ちょっとしたこういうね小変更から、いろいろと試してお届けしていきたいなと思いますので、どうか引き続きこのレイブログぜひご覧になってください。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。ということで今日はですね YZF-R6 に ETC をつけてもらってきましたというお話でございました。以上レイがお送りしました。